みんな僕の貯金額気になる？僕貯金額ぐらいだったら言える気がする。元 COD プロの貯金額。なんかいつ死んでもおかしくない職業だから。まあ、むしろ貯金してる、銀行に預けてる方が、そのお金の価値が下がっていく。中国のあの出張行った時、まあ僕は本当ただついてっただけなんだけど、日本ってやっぱ成長してなかったんだなって本当そこで感じた。もう全然近未来か。もう未来都市って感じだった。最近さ、すげえ YouTube でさ、配信者の貯金額とかさ、月収とかさ、すげえみんな公開してない？すげえ切り抜きで流れてくるんだけど、あ、結構みんな言うんだなと思って。で、よくあるあの YouTube のさ、収益サイトみたいな。あれはね、合ってない。僕が見てきたのはほとんど合ってない。だいぶ少なくなってる。再生数じゃなくて、なんか、視聴者維持率、どれだけ長く見てもらえてるかがめちゃくちゃ、影響してると思う。子供になりたい職業、なんか小学生が YouTuber と書くんでしょ最近は。憧れたらなれない、憧れるとかなりなるの厳しい職業な気がする。ええ、この武器クソ強いんだが。みんな僕の貯金額気になる？僕貯金額ぐらいだったら言える気がする。いや、もう言える理由がある、ちゃんと。なんで言えるのか。僕の貯金額ですね。元 COD プロの貯金額。今、50万です。あれ？あれ？あれ50万？あれ？あれ？でもこれは、この先、直近の2、3ヶ月分の貯金額です。現金の。現金で持ってるのが50万っす。僕は厚切りジェイソンさんと同じスタイルでやってて、そう、直近の生活費以外は円として持ってないですね。そう、投資、積み立てと楽天証券に全部打ち込んでます。直近の生活費以外は全部その投資というか、そっちに全部回してて、円としても持ってない。円として持ってても、もう価値が下がっていくだけなのはもう分かってるから。だから、積み立て、意外と強い。まあみんなにも大事なことだと思うんだけど、まあ、僕がやってるのは、もう楽天証券に貯金のほとんどをぶち込んで、直近の生活費だけ現金で持ってて、いわゆる、米国株、VTI とか、あと、ちょっとリスク取ったやつとか、ナスダックとか、あと個別株持って、あとそれ以外は、まあ、いわゆる積み立てNISAとか、テスラとか、マイクロソフトとか持ってるけど、なんかそれはもう半分遊びというか、お勉強用というか、まあなんか、しばらくしたらどっかでいつか売るだろうなっていうか、もしくは、テスラがすごく良くなると信じてるから、ワンチャン何十年後かに、すごい額になってたらいいなぐらいの感じ。ワンチャンぐらいの感じですね。あ、ごめん、死んだ、これ。なんか、ラグった。まあ、僕のチャンネルすごく20代前半とか、まあ、10代後半とか、多分若い人がすごく多いと思うんだけど、お金のね、これからの将来のお金の話とか、まああんまり日本の配信者もあんまお金とかそういうその辺ね話さないから、まあすごくでも大事なことだと思うんだけどね。これから多分日本はめちゃめちゃ人口が下がって、税金も上がって、ね、多分年金ももらえるのか僕の世代でももらえるのかわからんみたいな感じなので、まあすごくもう国に頼らず老後のお金の資産、を自分で用意しないといけないとか、多分そういうことになってくるから、もう多分本当若いうちに資産運用はもう誰でもね、多分した方が本当いいと思う。なんか米国はもう結構一般的に投資するのがね、結構常識みたいになってるから、でも日本だとね、なんか投資怖いよみたいな、結構そんな感じだけど、日本に正直明るい未来がこれっぽっちも見えないのはわかる。で、そもそもまあ投資、そういう理由もあるし、まあ僕自身がね、なんかプロゲーマーとか配信者っていう、なんかいつ死んでもおかしくない職業だから、まあやってるっていう理由もあるし、
まあでも全然なんかサラリーマンとかそういう人でも全然やるべきだとは僕は思うので、僕が読んだ本は高校生でもわかる米国株と、あと厚切りジェイソーさんのお金の増やし方みたいなやつ。ああで、基本的に僕やってるの長期投資だから、ほとんど何もしてない。買ったらもうほとんどほったらかしで、まあ安い時に買い足しするみたいな感じですね。優秀な人というかお金持ちというか、まあなんか日本の未来考えると、まあ海外行くの、海外みんな行くよなとは思うね、やっぱりね。日本ってなんか貯金イコールいいみたいな、お金、まあお金は使わず銀行にお金を預けておくのがいいっていう風に、まあね、貯金偉いねとかそういう風にね言われてるけど、でもこれからもう日本円の価値どんどん下がっていくから、まあすごくあれだよね、もうむしろ貯金してる、銀行に預けてる方がそのお金の価値が下がっていく。だけど僕やってるのは、その全部投資に回してるのは、まあいわゆる ドルで持ってるような感じなので、ただ預けてるだけなんだけど、そのお金の価値がどんどん上がってる。何もしてないけど、預けてるだけだけど、お金が増えてるっていう感じ。ね、みんな、うわぁ、投資に回すって負けたらどうすんのみたいな、うわぁ、怖いよみたいな感じだけど、だからそういう感じじゃなくて、なんか、お金を預けてるって、ほんと銀行と一緒で貯金してる、預けてるっていう感覚ですね、本当に。で、いつでも現金に戻せるしね。だから、死にそうになったら、現金に戻すとか。お金、もう生活費なくなって死にそうですみたいな時ね。そう、積み立て NISA とか、少額で全然始められるものがあるから、すごくみんな急に、なんか投資始めろおじさんになっちゃって、うわ、怖いって思われちゃうかもしれないけど。まあ僕はそういうことはしてますよって教わって。まあこの先アメリカが、まあ当分落ちることは全然もちろん、僕が生きてる時代は多分大丈夫だと思う、全然。多分アメリカの次は、多分あれじゃない、インドが世界経済になっていくと思うんだけど、まあそれはまだアメリカは全然当分大丈夫だと思うから僕は。まあもちろんそうだね、自己責任ですね、まあそりゃ。リスクはゼロではない。多分日本のも20年後、30年後は本当にやばいと思うから、まあそれよりは全然安全だと思うけどね。日本は、まあ、すごくいい国ですよ。食べ物も美味しいし、ね。病院もね、僕みたいに手術安く受けられるし、道は綺麗だし。まあでも、もちろん人口は減ってるから、税収の問題で、まあ、今のね、インフラとか、そういうのはどんどん地方から維持できなくなっていくと思うから、まあ、どんどんこう、うーってちっちゃくなっていくんじゃないかな。だから僕の実家とかね、多分もう、ほんと滅ぶよ。なくなるわ、僕の実家。千葉の田舎なんだけど、田舎でも、その完全に田んぼだらけっていうわけじゃなくて、普通に、町があって、結構、井戸が名水で有名だったりするんだけど、僕の実家多分あと10年ちょっとでもうなくなりますね。人がいなくなっちゃう。だからもう僕の実家空き家ばっかっすよね。悲しいことに実家が消滅する。だからなんか都心に住んでるとそういう実感ないけど、やっぱ、日本やべえなっていうか、実家戻ると、ああ、本当日本やっぱ滅ぶわ、これ、みたいな。そんな感じはやっぱ実家からは感じる。田舎からはね。いや、実家なくなっちゃうのはちょっと悲しいよね。日本ディスとかじゃなくて、こう、あんまり日本だとこう、日本のなるべくいいとこ家みたいな風潮あるじゃないですか。そのあんまこう、日本落とすな、みたいな。あんまディスるといい風には見られないけど、別にディスってるわけじゃなくて、現状だよね。現状と未来だよね。それは理解するのは必要だよね。それを見ずに何も話さないとか、未来のことを考えないっていうのは、それはそれで現実逃避でしかないから。中国の出張行った時、まあ僕は本当ただついてっただけなんだけど、都心部となんか、その外れたところ、まあその貧困層っていうか、お金持ちエリアじゃないとこはやっぱすごく道が荒れてたりとか、まあ貧富の差がすげえ激しいなって感じたんだけど、都心部の方の、進化というか近未来化というか、日本の何倍も進んでて、うわ、いや、すげえなと思った。日本やっぱ遅れてるなっていうか、日本ってやっぱ成長してなかったんだなって本当そこで感じた。もう全然そのインフラというか、そのメニュー QR コードでメニュー読んで全部決済したりとか、本当近未来化がすごかった。で、電車もね、なんか乗んなかったんだけど、電車もなんかすごい、もう車内にモニターがついてて、今どこ走ってますよみたいな、タッチパネルみたいなのがついたりとかしてて、近未来化、もう未来都市って感じだった。それや
経験してから日本戻るとあれちょっと何十年か前かなって正直若干感じるぐらいやっぱ全然違った。こっち側から威力上がる？違うか敵の使えないか。人口の多さってやっぱ国力だなって本当思ったんだけど、あのビリビリってあるじゃないですか、中国の配信サイト。まあ日本で YouTube っすよ、 YouTube ね、中国 YouTube 使えないからビリビリっていう中国用のその動画配信サイトって、それのなんかスパチャ、最低スパチャみたいな、多分設定できんのかな、最低スパチャ何円からみたいな、最低スパチャ100万円からみたいな、金持ちのレベルが全然違ったよやっぱ。オーマイガー、オーマイガー、カスパー、オーマイガー、オーマイガー、エヴァが強い、アカスパー、お茶っぱさん1万アカスパー、久しぶりのアカスパーだよ、みんな。やろうとも久々のアカスパーだ。いやー、めちゃくちゃ、あの、この、ボックスとボックスの間に挟まった、今。Dance to our song, dance all night long till the lights come on.